続いてラジオネームトゥーパンプさんからいただいています。ランチタイムメール。群馬でインスタント麺といえばペヤングのマルカ食品さんが有名ですが、さらに超ロングセラーなのが札幌一番味噌ラーメンではないでしょうか。食べたことは皆さん絶対に1回ありますよね。この札幌一番味噌ラーメンを製造している山陽食品さんは1953年に前橋で創業と、1968年に販売したこの札幌一番味噌ラーメンは発売以来50年になる超ロングセラー商品。このね、山陽食品さんの工場は前橋市にあり、2015年11月に前橋限定で前橋2番が販売されたそうです。ねえ、すごい。創業者が初めて北海道で食べた札幌ラーメンに感動して、当時は珍しかった味噌ラーメンを商品化されたそうですが、実際の商品のモデルになったのは上州富岡駅の隣にある桃園さんの味噌ラーメンであることは地元の人たちには有名な話ですと。知ってました？私はちょっとこの地元ではないのでわからないんですけど、あ、地元の方もちょっと首にね振っていますが、知る人とは知るっていう話なんでしょうかね。今日もまた一つ前橋のね、昔ながらのお話をちょっと聞けて嬉しいです。トゥーパンプスさん、いつもありがとうございます。